160社1万6000人の総合生活産業と。3分企業研究アット福岡、今回はこちら第一交通産業グループをご紹介します。本社は北九州市小倉北区にある会社ですね。あの有名な、第一交通産業グループです。ポイントの一つ目、実は160社1万6000人の総合生活産業と書いてるんですが、第一交通というとタクシーの印象が強いと思いますが、実はグループ160社1万6000人が働いている巨大な、グループ企業なんですね。交通事業以外にも不動産や住宅、金融、医療、介護などなど、様々な会社がグループ企業の中に入っていまして、支えている。まさに総合生活産業という名にふさわしいのが、この第一交通産業グループです。そうした様々な事業の中でも、特にこの交通事業と不動産事業という2本柱が特徴だそうで、交通事業は有に及ばずなんですが、不動産事業においてはマンションの販売実績で福岡県下で 1,2 を争うほどの実績を誇っている、そういう会社です。ポイントの2番目なんですが、住民の声に耳を傾け地域とともにと書いてるんですが、なぜこれほどまでの巨大グループに成長できたのかのその要因の一つというのが、この住民の声に耳を傾けるという企業姿勢にあるそうです。例えばですね、沖縄の事業においてはですね、過去10年間3ヶ月に1度モニター会といってですね、地域住民の方々の声に耳を傾ける会議にトップ自らが10年間連続欠かさず3ヶ月ごとに出席しまして、地域の方々の声に耳を傾けながら地域とともにサービスを開発していく、こういう企業姿勢がですね、結果としてこの第一交通産業グループの躍進、企業の規模拡大を生んでいるということだそうです。ポイントの3つ目、多様な業務やキャリアがあるというふうに書いてますが、もう今申し上げる通り160社1万6000人ですから、非常に採用職種の幅が広いです。交通事業だけでなくですね、例えば、行政と一緒になって、新しいその地域のサービスを企画開発していくようなお仕事であったりですね、あるいは先ほどから言う不動産事業、マンション販売においては、福岡県下でも、1,2 を争う、規模のマンション販売実績がありますので、そういった職種であったりとかですね、非常に幅広い職種が経験できる、そういう様々な経験をしながらキャリアを積んでいくことができるのも、この第一交通産業グループで働く魅力の一つだと言えます。今日は第一交通産業グループをご紹介しました。 YouTube のご視聴ありがとうございました。私たちは企業専門のインターネットテレビ局として、元気な会社、社会に貢献している会社、役に立つ会社、面白い会社、こういう会社を日々取材し、こうやって YouTube を含めて発信しています。就職先を探している、いい会社が見つからない、自分にはどんな会社が合うんだろうか、こういうことに迷っている方がいらっしゃったら、詳しくはこの動画の説明欄からご覧になってください。